車の疑問に答えるか、といえば、グーネット買取チャンネル。今回は、車の買取査定は年末がおすすめなのか、買取事情を解説していきます。年末に車を買取に出すと、損をするという主張と、その根拠について、中古車の需要が落ち込む、中古車の査定額は、たとえ同じ車でも時期が変われば少なからず上下することがあります。早春のピークに備えて、買取業者が買い控え傾向にある、 各車業者がこぞって在庫者を確保すべく、普段より買取査定額を上げて積極的に買取を行います。年末に車を買い取りに出すと得をするという主張とその根拠について、年式が1年新しいと評価されるため、年末はその車の年式が1年新しいと評価される時期です。 年末でも一部の車種やタイプの需要は堅調なため、12月の中古車事情を合わせて考えると、一部の車種、タイプの需要は高いことが予想されます。結局のところ、年末は車の買い取りに適したシーズンなのか、4回目の車検の満期が迫っているなら絶好期、新車から数えて4回目の車検、つまり9年目の車検、満期が迫っている場合、年末は買取査定に出す絶好期だと言えるかもしれません。 車の買い取り相場が上昇する時期を待つ方がいい場合も、数日で車検が切れてしまう、安全な走行に支障があるといった、差し迫った事情でもない限り、すぐにやってくる1月や2月まで待った方が買い取り額は期待できます。年末年始に車検の更新が必要な場合、新車もしくは車検が2年ついている中古車を購入した場合、必然的に次の車検を受けなければならないタイミングも年末、または年明け早々にやってきます。 年末に車を買い取りに出すときのコツと注意点。早めに業者探しや必要書類などの準備をしておく。年末に車を買い取り査定に出すときは、書類の準備や次に乗る車種の選定など、できるだけ早めに準備を行うようにしましょう。買い取り業者の巧みな交渉術には十分注意する。年末に車を買い取り査定に出したとき、業者がユーザーの焦りを利用して上トークを使ってきても、慌てずに自分たちの都合に合った売却を心がけましょう。 車検期限が残っているなら、あと少し粘ってみる。車検が1、2ヶ月程度長く残っているより、1年で最高の売り時に買い取り査定してもらった方が、多くの売却益を得られる可能性が高くなります。複数の業者で見積もりを取って比較する。複数の業者に査定依頼をして見積もりを比較した上で、競合によって査定額の引上げを図るのがおすすめです。 最後にまとめです。車の種類、車検時期などによって年末での買取査定額は変動します。今売りたい車がどういう状態なのか理解して納得のいく買取を行いましょう。あなたの愛車を高く売るなら、Google ネット買取へ。詳しくは概要欄の URL をチェック。